ネレーネレーとは、川崎航空機が開発した、ラムジェットエンジンである。本校では、同時期に製作されたネ1、ネ2、ネ3、ネ4についても解説する。1942年、第二陸軍航空技術研究所にて、複数のジェットエンジンの開発が開始されたが、そのうちの川崎が提案した補助エンジン4種がネ1から4である。ネレーは、 それらタービンジェットに先立ち基礎技術研究を目的として制作された。ガダルカナルニューギニア方面の戦局悪化に伴い、前線ではより高性能の機材が所望されたが、その中でジェットエンジンが注目されるに至った。海軍が TR と呼ばれるターボジェットエンジンの開発を開始したのと、ほぼ同時期に陸軍及び、 東京大学航空研究所にも専門の部門が作られ研究を開始した。陸軍に貢献から林帝介技士を指名して、1年間の任期でジェットエンジンの開発に当たる要指令があり、1942年11月中旬、川崎の部下9名を率いたチームが開発に着任した。東欧貢献発案の主エンジン用ネ101モータージェット、 およびね201ターボプロップに加えて、補助エンジン用のモータージェットおよびターボジェットの開発を決定した。エンジンの形式の特性がわからないため、双方とも圧縮機を軸流式と延伸式の2種製作することとし、コントラ2段軸流式のモータージェット、ね1、1段延伸式、モータージェット、ね2、3段軸流式、ターボジェット、ね3、1段延伸式、 ターボジェットネ、ネイヨンと基礎研究用ラムジェット、ネレイの5種を同時並行試作することになった。約半年で図面が概ね完成というかなりの速さで、作業が行われ1943年11月には、ネレイが完成、12月23日に99式、総発計爆撃機の爆弾化に検査され、空中運転を実施。その後複数回飛行し、 一応の成果を収めたとされる。飛行試験終了後は放置されたが、1944年7月に、二航献に、期待ごと引き渡されている。年齢の試験終了後は、ね、ネ1からネ、ね、4の4種のうちネ、ね、3、ね、ネ4の2種に、研究の重点が置かれ、試作機による、地上運転試験が行われた。しかし、戦局の悪化とドイツからのエンジン資料の入手もあって、 1944年7月の試作整理によりこれら川崎のジェットエンジンはすべて開発中断となり終戦までに空中試験の実施に至らずに終わった。林義氏は戦後この中断がなければ昭和19年8から9月頃にはネイオンによる日本最初のターボジェット推進飛行を実施し得たものをと今もって通行に耐えぬと述べている。データの出展当時は タービンドケットと呼んだ。主エンジンと比べ出力、使用時間ともに小さいために使用材料の耐久性条件を緩和できる、指導や補給に関する設計が楽になる、などの理由による、いわゆる反転式。林定介、23ページ。林定介、25ページ。林定介、30ページ。林定介、29ページ。林定介。 31ページ ABCD イカリ、郎シロウ、1980年8月、ABCDE 林定介スケ、32から33ページ、AB o 月行を、純国産ガスタービンの開発、ミキショボ防、P36、ISBN978 から4から895226479。ありがとうございます。